トブはシャイットデイ本社、ビルクレス・オルデンバーグは、スウェーデン生まれのアメリカ合衆国の彫刻家。日常のありふれたものを超巨大に複製した、パブリックアートインスタレーションで知られる。他にも、日常の同様のソフトスカルプチュアを制作している。オルデンバーグは、スウェーデンの外交官の子として、ストックホルムに生まれた。1936年、子供の時、 オルデンバーグは家族と共にアメリカ合衆国に移住し、最初はニューヨーク、それからシカゴに住んだ。ラテンスクールオブシカゴを卒業後、1946年から1950年にかけてイエール大学で学んだ。それからシカゴに戻って、シカゴ美術館付属美術大学で、ポール・ウィグハートの下で1954年まで勉強した。 オルデンバーグはその技術を磨きながらシティニュースビューロオーブシカゴで記者として働いた。それから自分のスタジオを開いた。1953年にはアメリカ合衆国に帰化した。最初に売れたオルデンバーグの美術作品はシカゴの57スストリートアートフェアにあり値段は5品で25ドルだった。1956年ニューヨークに戻ったオルデンバーグはそこで ジムダイン、レッドグルームス、アラン・カプローラ多くの芸術家たちと知り合った。彼らのハプニングは演劇的な面を取り入れて美術界で優勢を誇っていた抽象表現主義に新たな選択肢を提供した。オルデンバーグの作品で印象的なものはおそらく巨大な彫刻群だろう。それらは非常に巨大ではあったがしばしばインタラクティブな可能性を持っていた。 その代表的な作品が、参加者が空気を注入しないとしぼんでしまう、戦車の上に直立した巨大な口紅のソフトスカルプチュア、リップスティックオンキャタピラートラックスである。1974年、この作品は頑丈なアルミニウムで作り直された。オリジナルは、イエール大学のヒューイット広場に置かれていたが、現在は、モースカレッジの中庭にある。 ありふれたオブジェを巨大な彫刻にした、オルデンバーグの作品の多くは、パブリックアートに突飛で洞察力に富んだ、楽しいものを付加したと歓迎される前に、まず大衆の嘲笑を買ってしまった。1960年代、オルデンバーグは、ポップアート運動と連携して、当時の創作パフォーマンスアートであった、ハプニングに参加した。オルデンバーグが、自分の創作につけた名前は、 レーガンシアターだった。オルデンバーグの最初の妻パッド・ムスキンスキーが、オルデンバーグの、ハプニングのいつものパフォーマーだった。芸術へのユーモラスなアプローチであることが多かった。こうした無謀さは、その性質によって、芸術が、深いところから生じる表現、または概念を扱うという一般の感覚には、大変賞賛があった。オルデンバーグの大胆な芸術は最初は限られた。 支持しか得られていなかったが、やがて、今日まで続く大変な大衆性を得ることになる。1976年以降、オルデンバーグは、ドイツ人、アメリカ人のポップ彫刻家、後者バンブ・リュッゲンと、共同で制作している。二人は1977年に結婚した。独立したプロジェクトに加えて、オルデンバーグは時々建築プロジェクトにも参加している。 最も有名なものは、カリフォルニア州ロサンゼルスのベニスにあるトブはシャイット、レーホンシャビルのメインエントランスに立つ、巨大な黒い双眼鏡である。また、前衛芸術家でも知られる、草間弥生は、ソフトスカルプチュアの着想は、私から盗んだ。とも語っている。ありがとうございます。